浦和レッズのアジア制覇に勝負飯あり、アジアチャンピオンズリーグ、アクル、決勝、第1戦、29日、サウジアラビアに向け、中東遠征中の浦和に、日本代表の専属シェフとしても知られる西吉輝氏、61、が同行している。2007年から16年間にわたり海外遠征に同行し、慣れないアウェーの地で浦和イレブンの食を支えている。西シェフと浦和のつながりを探ってみた。チームは24日から遠征に出発し、アルヒラル戦に向け中東で調整している。最高の食事で、選手の体をサポートしているのが西シェフだ。西シェフは、4年から日本代表に同行し、勝負飯で代表を支えてきたことで知られるが、浦和とも7年からの付き合いになる。きっかけは、7年3月のアクル1次リーグアウェーでのシドニー戦だった。現地の食事に、当時のオジェック監督が、パスタはゴムみたいで、人工甘味料もたくさん使用されている。アスリートが食べるものではない、と苦言を呈した。指揮官の指摘を受けたチームマネジャーは、遠征をサポートしていた西鉄旅行社に相談。そこで、紹介されたのが、西シェフだった。5月のインドネシア遠征から同行がスタート。クラブ関係者は、当時はシェフを同行させるということは聞いたことがなく、選手やスタッフを連れて行きたいところでもありましたが、強化部の理解もあり、実現しました、と明かす。7年に浦和は、日本クラブとして初めて ACL を制覇。決勝、第1戦のセパハン戦、イランが終わった後、オジェック監督は選手とスタッフを集め、ここまで来れたのは、西シェフのおかげです、と感謝を伝えた。西シェフの食がいかにチームを支えたかを物語るエピソードだ。以降、浦和の海外遠征には西シェフが同行。浦和は過去に2度 ACL を制覇。ピッチ外でのスタッフの尽力が海外での結果につながっている証だ。勝ち進むと追加で依頼するが、そこは長い付き合い。西シェフも依頼前にスケジュールを空けてくれており、アウンの呼吸はバッチリだ。メニューは西シェフとチームの管理栄養士で調整し決めている。大人気のメニューは、ペペロンチーノのパスタ。ペトロビッチ監督、現札幌監督も大好物だった。現在も GK 西川周作ら選手に大好評だ。試合後に必ず出るのがカレー。完全栄養食でもあるカレーが、疲労した選手の体を回復させてくれる。栄養満点のうなぎが出ることもある。昨年4月のタイのセントラル開催では、選手たちがとても疲れているタイミングで、うなぎが登場した。今回のタッグはアウェーだけにとどまらない。6日で埼玉スタジアムで行われる決勝、第2戦には、西シェフの臨時売店が出店予定。ホームでも西シェフが、勝負飯で後押しすることになりそうだ。岩田千代美。